だからこう生活面っていうのが自然に身につくっていうことが大事で、ま、前に最初にお話しした時に生活というのは身につくものっていうお話をしたと思うんですけど、身につくっていうことはそういうことで、ああしなさいこうしなさいって言われなきゃできないじゃなくって、かといってああ今何しなきゃいけないんだろう、何しなきゃいけないんだろうと一つ一つ考えなくても、もう自然に身についてくるっていうことでは、まあ、1歳2歳はまだああやって先生がピタッとくっついてますから、まだ手をそこまでいかないけど、じゃあ手洗いってどうするときにするのって言ったら、やっぱり食事の前、トイレの後、汚れたときっていうことですよね。そういうときには自然にちゃんと手を洗いに行くって、これはまあトイレで3歳がになったばっかりの子ですけどね、だから3月までは2歳のクラスにいた子ですよね。でトイレ行ってもうここになるともう誰もついていかないで一人でっていう形になりますね。先生に洗ってきたって言ってるの石鹸の匂いがするっつって、まあ、報告に言ってますけど、だから最初のビデオの時には水道の栓は先生がやってたと思うんですね。あの時代はまだできない時代だから、でもそれを子供は見てますから、自分がやってみようとやろうかなとかって思った時には真似をして終わったらもう手が 届いてくるんですね。そしたらじゃあ水道ひねってごらんって、じゃあこっち側にすると止まるよ、こっち来るともうちょっとギュッてやるとあ止まったねって、それからだんだんこう水道ひねることもプラスしていくので、だからできない部分は全部大人がやるけれども、それを見ながら子供がやりたくなって水道の線をひねるようになったら、じゃあこうやってひねるんだよって言ってやってきたから、今3歳になったら全部できるっていう、最後まで手をちゃんと水を切ってタオルで拭くっていうことだね。やっぱこれびしゃびしゃのままでいくとこの辺にポタ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 垂れるし、タオルもすぐべちゃべちゃになるしっていうのがあるから、やっぱり私たち大人が身につけてるのと同じことなんですね。ただ同じことをできないときはたくさん大人が手を貸す、だんだんできることから手を引いていって最終的に一人でできるようになるっていうことで、で5歳になると今この子たちはこれから食事に行くんですね。遊んでいたんだけどこのテーブルの人じゃもういよいよ始まったらあそこのテーブルに座る子なので、あもう自分たち食事だっていうことで今手を洗いに行くんだけど、まあ、よそ見はしてますけど、動きを見ていてもらうと分かるんですけど、他の子の見たりなんかして喋ったりとかしてるから頭では手をまくらなきゃとかと思ってないですよね。自然に身についてもう水道に行くまでに手袖まくってますよね。まあ、この子はもう4歳になってますから、楽しみながらやってますけど これがやっぱり生活が身につくっていうことがこういうことなんですね。だからあまりうるさく言わないっていうのがまずね、言うの待っててやるようになってしまうということで、その辺の能動的にするにはっていうのはそこのことなんですね。